長官からの通信です。直ちに司令室に来てくれ。君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で怪しい人物を目撃したという報告が届いた。もしかしたらカインかもしれない。君にはルフィ、サンジと共にその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。転送完了しました。うひょー、いい眺めだな。おい、遊びに来たんじゃねえんだぞ。サンジ、腹減った、海賊弁当。だから遊びじゃねえって言ってるだろう。早速お出ましか。サンジ、行くぞ。平気か。しかし、ザコしかいねえな。誰か、助けて。レディの姫？いや、やめて。そっちか、待ってろ。今、あなたのナイトが助けに参ります。なんだ。大丈夫ですか、お嬢さん。あなたは。君を守るナイト、サンジと申します。すぐに片付けますのでご安心を。おらー。じゃ、あっちはサンジに任せて、俺たちも行くか。これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドモアゼル。よく戻った。その女性だな、ベノムズ兵に襲われていたというのは。ああ、お嬢さん、しっかりしてください。うん、こいつなんか持ってるぞ。これはなんだよ、びっくりすんだろう。すまない、だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そうなのか。いや、まだわからん。だが念のためだ、調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろよ。わかった、待ってろ。お前、もう平気なのか。お嬢さん、お体の方は。はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・D・ルフィ、
海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。ま、腹いっぱいにくくって寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。三時の飯はすんげーうめえぞ。好きな料理は何だい？食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。気づいてくれたんだ。いいね、合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だがまだちょっと早いかな。いや、なんでもない、こっちの話さ。君は本物かな、それとも。Ha ha ha.